今日はね、ネルフから届け物が来たので、それを開封しようと思います。はい、まあ届け物といっても自分で買っただけなんですけど、はい。で、あとネルフからというところはまあ嘘ではないんですけれども、こちらですね、はい。まあ、皆さんもご存知だと思います、エヴァンゲリオンストアの方からです。これ多分ね、エヴァンゲリオンファンからしたら本当に感動する商品だと思いますので、まあ、ぜひね、あの最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。はい、では早速開封しようと思います。ハサミでね。はい、というところでね、ちょっとこの中身の部分が気になるところですけれども、はい、まずね、クリアファイルだねで、この中のものがね、よいしょ、はい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 、見えん、こうか、はい、というところでね、まあ、この中身を開けさせていただきます。はい、NO! さあ、ここからさらなる開封になります。このエヴァンゲリオンストアから届いたこの商品の中身は、まあ、ここまでのパッケージを見たり、まあ、タイトルを見た方はね、もうご存知だと思いますけれども、こちらです。じゃじゃーんっていうね、はい、まあ、これだけ見てもちょっとわからないと思いますので、ちょっと組み立てようと思います。はい、というところでね、このエヴァンゲリオンのエンディングであります綾波レイのね、クリスタルになります。で、このイルミネーションとこのクリスタルのこの造形の部分がもうなんともね、あの素晴らしい作りになっておりまして、もう感動ですよね。もうこれずっと見ていたいっていう風に思ってます。もうで、スイッチの部分がね、ここにありまして、であと USB のね、これ電源コードなんですけれども、これをこうつなげている状態です。で、このスイッチね、今この電源コードから見て奥にスイッチを押してまして、で、そうすると、まあ、ライトだけなんですよね。で、真ん中にすると切れます。で、手前にすると光と綾波レイがこう回転するっていうね、まあ、このような演出になっております。はい、まあ、なのでね、新世紀エヴァンゲリオンのエンディングを見てる人たちからしたらね、この絵を見ただけでもう本当にね、感動すると思います。はい、で、こっからはね、このクリスタルに合わせてフライミートゥザムーンの曲、いろんな方々がカバーしていらっしゃるんですけれども、そのいろんな方のね、歌われてる曲に合わせてこれをね、セッティングしてみようと思います。この素晴らしい作品とフライミートゥザムーン、さまざまな方が歌ってる曲とどれが一番合うのか、まあ、それをね、ちょっと僕個人的に見てみたいので、まあ、もしね、皆さんもちょっと見てみたいかなっていうふうに思っていただけるのであれば、最後までちょっとここからもね、ご視聴いただければと思います。では、レッツゴー。
Yeah.